フレデリック・サンズの1863年と1864年の間の絵画、モーガン・ルフェーバーミンガム美術館所蔵。モーガン・ルフェーはアーサー・王物語に登場する女性。多くの作品でアーサー・王のイフアネにして魔女として知られる。モーガン・ルフェーは現代英語読みで古い読みではモルガン・ルフェという。その呼称は妖精、モルガンという意味。 大いなる女王の意味を持つケルト神話の女神、モリガンと同一視される。ケルトでは3位一体の3は聖なる数字とされており、3がさらに3つある9は究極の数字とされ、9姉妹の長女としてモルガン・ルフェを扱っている。イタリアではファタ・モルガーナと呼ばれる。ファタ・モルガーナがメッシュな海峡に作り出した新機楼は、 船乗りを惑わして船を座礁させてしまう伝説が残されている。エドワード・バーン・ジョーンズの1898年の絵画アーサー・オーの最後の眠りの細部。ポンセ美術館所蔵。重傷を負ったアーサー・オーとアバロンを統治する姉妹たち。モーガンに関連する書室の文献。マーリンの生涯では、モーガンは伝説のリンゴの島、アバロンを統治する旧姉妹の長子である。 役立つ知識と技術を兼ね備え、病人を治療することもできる。また美しい声を持つ歌姫として、他の姉妹たちよりもずっと美しい。変身能力があり、ダイバロスのように翼を使って空を飛翔できた。時常に他の姉妹たちに学問を教えた。その後、タリエシンも随行した船で、カムランの戦いで重傷を負ったアーサー・王をアバロン島へ連れて行った。 ブリトン人らの助けを借りて、アーサー王を連れた、モーガンたちが到着する。後にモーガンは部屋を用意すると、アーサー王を金のベッドに寝かし、自分の治癒の力を使いて、アーサー王の傷を治癒していた。十二世紀末モーガンには、アーサーの姉という羊が加えられ、死闘派の修道像により書かれた三分ランスロットでは、弟のアーサーとの謹慎相関などのネガティブな、 要素が追加された。15世紀後半以降に、文献、アーサー・王の詩では、モルガンが、黒魔術を使う邪悪な魔女へ変更された。モルガンは、ティンタジェルコー・ゴルロイスとその妻・イグレーンとの間に、生まれた三女の末娘とされる。母、イグレーンが、アーザーの父・ユーサー・ペンドラゴンと再婚した後、キリスト教の修道院にて修行、魔術に通じ、 修道院での堕落した教育で不思議な妖術を突然身につけ、イフテイ、アーサーの前に立ちはだかる幼女である。後に魔法使いマーリンは彼女が魔力を磨くのを手伝い始める。モルガンはアーサーの純粋な心を嫌悪し、アーサーとグイネビアの落ちいいと、大井ダッシュを企むことを知り、アーサー王の最強の敵となる。エンタクの騎士の一人、ランスロットの妻となる。 ペレス王の娘エルイン姫の美しさを妬み、彼女を遊兵し、ランスロットを誘惑した。また、聖剣、エクスカリバーの魔法の鞘をアーサーから盗み、恋人であるアコーロンに与えたことからアーサーが、アコーロンを敵に回して戦う窮地に陥った。後に、モルガンが魔法の鞘を湖の中に投げ込んだが、これによってエクスカリバーはアーサーを守る不死の力を失い、 やがてアーサーは、モルゴースとの間の不義の子であるモルドレッドとの戦いで命を落とすことになる。映画や小説などでは、モルガンとモルゴースは、同一人物として描かれることもある。1300年代後半の文献、ガウェイン教と緑の騎士にも登場し、女神モルガンの故障でもって呼ばれている。グイネビアの女官と遺志を担当する。王のを意地を回ると恋に落ち、後に、 グイネビアの阻止を受け入れて、不成立に終わった。このことが原因で、モルガンはグイネビアを憎んだ。後にグイネビアとランスロットのジョージをアーサー・王に密告する。また緑の騎士をキャメロット城に送って、グイネビアを恐怖で縛り付ける。緑の騎士は、モルガンの魔法により不死の体を持つ、緑色の装束に身を包んだ謎の騎士。円卓の騎士を試すために、 アーサー王たちの前に現れた。後に、円卓の騎士のガーウェインが女神モルガンの誘惑に屈しなかったため、女神の騎士に変えて、女神モルガンを象徴するご防勢と緑のベルトを身につけ、そうやで公職な自慢家として一生を終える。以上は、キリスト教説話としての性質も色濃く見られる、アーサー王伝説の中での表現であるが、現代的な視点からは、 ケルト人のドルイド信仰をはじめとする、キリスト教以外の信仰に根ざした文化圏に属する民族と、キリスト教価値観との文化的な衝突を、モーガンとアーサーという二人の人物像に固くした伝承であると見ることもできる。アイルランドの伝説では、モルガンは三章一体の女神となり、この時に九人の姉妹に増えて、死者を再生する魔法の大鍋を守り、西方の死者の島、 アバロンの支配者となった伝承中ではアーサーは死に際し、キリスト教ではなく民族の王として、ドルイド信仰の伝説の聖地アバロンへと夜の湖の上を去っていくが、一説ではこの時アーサーを迎えに来た三人の妖精の女のうち、カズとはモーガンであったとも語られる。通常に湖の乙女のビビアンと同一の大女神から派生した女神と言えそうである。このような、 古い文化圏の巫子としてのモーガンの性質に注目してアーサー王伝説を捉え直したフィクションにマリオンジマーブラッドリーのファンタジー小説アバロンの霧などがある。アーサー王に関する書籍の一覧及びアーサー王に関する作品一覧も参照。ありがとうございます。